アレンの法則のウサギとその耳アレンの法則は、ジョエル・アサフ・アレンにより1877年に発表された法則であり、大まかに言うと寒冷気候に適応した動物は、温暖気候に適応した動物よりも、手足や体の付属期間が短いというものである。より具体的には、高温動物の体の表面積体体積比は、それらが適応する生息地の平均温度により変化するというものである。3つの直角プリズムは、それぞれ8つの単位立方体で構成される。辺が2で、体積が8の複合立方体の表面積は24である。幅が2、長さが1、高さが4の直角プリズムの体積は同じであるが、表面積は28である。一列に積み重ねたものの表面積は34である。アレンの法則は、同じ体の体積を持つ内温動物は、その熱放散を助けるか妨げる異なる表面積を持つべきであると予測する。アレンの法則は、寒冷な気候で生活する動物はできるだけ多くの熱を保存する必要があることから、熱を放散する表面積を最小限に抑えより多くの熱を保持できるようにするために比較的小さい表面積体体積比に進化するはずであると予測する。温暖な気候で生活する動物の場合は反対のことを予測し、つまり表面積体体積比が比較的大きいはずである。表面積体体積比が小さい動物はすぐに加熱するため、温暖な気候の動物はこの法則に従って熱を放散する表面積を最大化するために表面積体体積比を大きくする必要がある。セータ面体と Q の体積 V に対する表面積 A の値のグラフ。同じ体積では丸い形状の方が表面積が小さいことを示している。多くの例外があるが、多くの動物はアレンの法則による予測に従っているように見える。北極グマは、アレンの法則による予測に従った、ずんぐりとした手足と非常に短い耳を持つ。2007年、R.L. ナズと S.A. オーズワルドは、海鳥の足の露出した長さを調査し、露出した足の長さとトマックス・ディフトフの相関関係があることを発見し、アレンの法則による予測を指示した。J.S. アルフォーらは、脛骨と大腿骨の長さは中緯度に、固有のヨーロッパアカガエルの個体群で最も高く、アレンの法則の予測と一致していると主張した。異なる緯度からの同じ種の個体群も、アレンの法則に従う可能性がある。R.L. ナズと S.A. オーズワルドは2007年にたとえ、アレンの法則が確立された生態学的信条であったとしても、アレンの法則に対する経験的支持は不十分であると主張した。彼らは複数の種の研究はベルクマンの法則のスケーリング効果とアレンの法則の予測に反する代替の適用により混乱しているため、アレンの法則の指示は主に単一の種の研究から得られると述べた。アレンの法則はもともと高温動物に対して作られたものであるが、J.S. アルフォーラは2011年に環境から体温を引き出す外温動物にも適用できると主張した。彼らの見解では、表面積体体積比が低い変温動物は加熱と冷却が遅くなり、その温度変化に対する耐性は、熱的に不均一な環境に適応する可能性がある。アルフォーは、地球温暖化と法則により予測される微小進化の変化のために、アレンの法則に新たな関心が集まっていると述べた。エスキモーの集団特定の人がそれぞれ様々な高度に存在する場合、手足の長さの著しい違いが観察されている。標高の高い環境では通常周囲の温度は低くなる。ペルーではより高い標高に住む人々は手足が短くなる傾向があったが、より低地の沿岸地域で生活する同じ人々は一般的に手足が長く、胴体が大きかった。カツーマースイクとレナードも同様に人間もアレンの法則による予測に従っているようだと指摘した。先住民の人間の BMI と平均年間気温の間には負の相関があり、これは寒冷地域から来た人は身長の割に体格が良く、温暖地域から来た人は身長の割に体格が良くないことを意味する。相対的な座高も、また、先住民の集団において、気温と負の相関があり、これは寒冷地域出身の人々は身長に対して、比例的に足が短く、温暖地域出身の人々は身長に対して、比例的に足が長いことを意味する。1968年、A.T. スティーグマンは、アレンの法則が、北極圏のモンゴロイドの顔の構造的な構成の原因であるという仮説を検証した。スティーグマンは寒い中でのネズミの生存率を調べる実験を行った。スティーグマンは鼻腔が狭く、顔が広く、尻尾と足が短いネズミが寒さの中で最もよく生き残ったと述べた。スティーグマンはこの実験結果が北極圏のモンゴロイド、特にエスキモーやアレウト族と類似していると述べた。これらはアレンの法則に従い、鼻腔が狭い、頭が比較的大きい、頭が長く丸い、顎が大きい、体が比較的大きい、手足が短いという形態的特徴を持っている。脊椎動物におけるアレンの法則の一因は、軟骨の成長が少なくとも部分的には温度に依存していることにあると考えられる。温度は軟骨の成長に直接影響を与えるため、この法則を生物学的な説明に近づけることができる。実験では、マウスを摂氏7度、21度、27度のいずれかの温度で飼育し、尾と耳を測定した。全体の体の重さは同じであったが、寒いところで飼育したマウスは暖かいところで飼育したマウスに比べて、尾と耳の長さが著しく短いことが分かった。また、寒いところで飼育されたマウスは、四肢の血流が少ないことも分かった。骨の飼料を異なる温度で成長させてみると、暖かい温度で成長させた飼料は、寒い温度で成長させた飼料に比べて、軟骨の成長が優位に大きかった。ありがとうございます。